我こそがジャンバリの誇る最強の武者である。ここまで磨き上げた武芸は戦場で勝つためのもの。敗北を意味するものは死なのである。いざいかんがむしゃらに戦う我の姿をその目に焼き付けろ。ジャンバリ .tv とめきちによる2日連続パチンコパチスロ実践機。2日間のトータル獲得ポイントにより視聴者プレゼントである番組オリジナルクオカードの当選人数が変動。少しでも多くの方にプレゼントを届けるためにとめきちががむしゃらに立ち回る。生き残った、首の皮一枚つながった、点滅してますプレミア。俺はでも一回行く決意はしましたよ。プロデューサーもう S は、まあ、とりあえずマックスマックスで行きます。まあ、本機はですね、まあ、399.6 分の1の初当たりの、マックス機となっておりまして、まあ SD、 まあガロスペックスさ、だいたい 51% ぐらいで入るのかな。まあ、ロング SD で、まあ、当てることができたら、まあ、いろいろ説明していきましょう。保留せえよ、もう保留変化もせえへんやんけ。なあ、俺はどうせ入らへんやろ、こんなもん。うわぁ、なんやこれ、なんやこれ、ちょっと割れた、ついちゃうんけ、これ一撃一撃、しょうもな、白落ちてもうアホかよ、もうこんなもん来るかよ、こんなもん、バカ、白落ちはないわ。ここがもうほんまいらんもん、熱い思うやんけ、もうあかんあかん、こんなもんに金使ってもうたら1万円もやめやめ、移動こんなあかんお金がいくらあっても足らん、もうこれはもう移動します。19時半です、時刻はただいま無理やろ、もうこんな、はい、まあ、負債が今6万円、スロットでいう3000枚ですか。お時間的に巻くのはもうパチンコしかないんでね、とりあえずガロ行きます。もうとりあえずね、もうこの1万で決めんと、もうほんまそれこそ死を意味するんでね、この時間帯。はい、こちらのね、ガロ金色になる、私ね、まあ、普段ガロシリーズであんまり打ちません。で、まあ、それもこれもね、過去に5回ぐらい SD 入ってるんですけども、正直連チャンしたことがないんですよ。だからね、みんなもうこのガロしかないってよう言わはるんですけど、まあ、ちょっと信じられへん部分もあるんですけども、まあもうみんなが言うんやったらもうそれしかないんでね。おー、なんか鳥に乗ってる、確かちょっとチャンスアップ、剣なりましたね、緑色のもっぺんキジロ、あー、よっしゃキジった、よしよしよし、割とええんちゃん、緑か、あー、もう一つか、ガロまで行ったで、青かよ、青はあかんわ、なんやなんやなんや、これえ割とあるんちゃう、
降りてこい降りてこい降りてこい。よっしゃ。これワンチャンありますよね。これ完全に、これ完全にワンチャンあるやつや。あーでもそうか、この上のやつが電灯あかんのか。うわお頼むわ、当たって神様、もう頼むわ、頼むし当たって、カットインが出て、頼むし当たってください神様。緑か、神様頼む頼む、当たって当たれ、わっしょいってバカ出てくんなよ。ほなもうこんな大層なリーチバカ、ほんま長いね。もうあと2時間、一体僕はどうしたらいいですか。7番っすよ。え、パチンコで言ったら何発？1万8000発ぐらい。いけるよ。いけ。吉村いけるやろ。あかん、もう負けを、あかんねんね。負け認めたらあかんのっすよね。この収録は。楽しめるかよ全然楽しないわ全然楽しないわほんまクソとほんまにクソみたいな気分やわ。今日誕生日っすね。ほんま神様もクソもないわほんまに。あのね皆さん言っときますよ、あのなんか、うん、神様らしきもん世の中におると思ってる方いません、そんなやつは。うん、おったらもうちょっと勝たせてくれたとは言わないですけど、もうちょっと勝負させてくれた、うん、こんなねもうマジで、え何ほんまに、コッパみじん、コッパみじんよほんまに。バーベキュー会場のリポートでもしましょうかね。いいですか三島さん、これは決して時間つぶしではございません。本日のバーベキュー会場、遠目に皆さん見てください、あちらです。ただいまねスタッフさんが必死にこうバーベキュー会場を設営してくださってるわけですよ。まさかこんな規模やとは思っておりませんでした。いや皆さんこれがね、ここで本日7月11日、がむしゃらバーベキューナイトがね行われるということでね、ただもう負けは認めます今日の、あくまでサマイ的なね。けどこのままじゃ番組盛り上がらへん思うんですよ。番組を作る人間としてね、一つ提案させていただきたい。今日僕が受けなあかん罰ゲームは今からの終始にしてもらえないですか。今僕店に戻って閉店までむちゃくちゃ頑張るから、今からの収支がプラスかマイナスかで今日の罰ゲーム、うん、今までの時間はやから、やから誕生日でちょっと張り切って埼玉でうちに来た人っていう予定で頼むわほんま頼んます。いやこと罰ゲームに関しては今からの収支にしてほしい、お願いしますって、もうほんまにほんまにお願いします今から。え明日どうするってどういうことですか。ほな今からガムシャラ 2days が始まりますガムシャラ激闘 2days が今から始まりますそう今から始まります。で今からプラスやった今日の罰ゲームはなしけども、明日負けたらじゃあ夜行バスで帰ります。うん、そこはそうしますわ。これ妥協っすよ俺の精一杯の妥協っすよちょっと頼みます、いいっすかそれで、いいっすか皆さん、いいっすか
それで今から始まります ガムシャラ激闘ツデイズ。10ペカとかしんど、ちょっと今日のも僕には無理っす。それはいや別に会員カード作って5分分かった6。ほら行こう6やね。6ペカ。いやちょっとしんどない？30分に2回って6な。もう必死で会員カード作って5分延長して頑張る。あ、行きましょう。わー、走ってくださいよ、もう時間ないんやから。200まで OK。 はい、というわけでまずはこちらのが234番台、これ200までとりあえず回し、分回していきたいと思います。目標はやからもう閉店まで6ペカなんで。おっしゃ、1ペカやった。しかもビッグやったぜ。158ゲーム開始、2ゲームか3ゲームビッグもらいました。やったぜ。はい、というわけで、100まで回したいと思います。はい、ペカな方で移動したいと思います。わー、2ペカぐらい稼ぎたかった、稼ぎたかった。200まで、じゃあこれ次これ200までいきます。おっしゃ、来たぜこの野郎。204ゲームビッグ、やりやした、やりやした、やりやした。2ペカ目、2ペカ目です。あと4ペカ。よしよし、じゃあこいつもね、110ぐらいまで、回したいと思います。よし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 、もうどうでもええわ、1枚掛けとか。よいしょ、しかもビッグ、やりやした。3ペカ目、3ペカ目っすね、3ペカ目、10ゲーム3ペカ目。よし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 、はい、というわけで3ペカ目消化終了です。これも100まで、回していきたいと思います。もう一発ぐらいこの台でペカラしときたいですね。そうしたらもうだいぶ楽になるんで、じゃあいきます。こいつ次352番台、とりあえず300台回します。なんかゾーン狙いみたいになったろ。350ゲーム経過ですね、あと50ゲーム、ここでペカっといてほしいな。はい、というわけでもう次行きましょう、次行きましょう。どちくしょうが。よし、これそれ300まで、300まで回します。ちょっとこの荷物あいつのとこ置いときますわ。うわ、ちょっと遠いな、4ペカ目、4ペカ目が遠い。あが気落ちしてでもしゃあない。気落ちしてもしゃあない、行きましょう次。これでもなんかサメ島理論に合ってそうっすよね。ねえ、とりあえず300台回します。400まで。あー、でもいいから、よしよし、いいよ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 。291ゲーム単独のレギュラー、これが4ペカ目、いけますな、いけますな、いけますな。これはやが気抜いたが、こいつで、こいつ、レギュラーでもいい、レギュラーでもいい。よし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 、 OK、 もう純粋に設定も良さそうなんで、ラスト1ペカこいつにかけます。
番組ルールをね途中で、自分の誕生日やからとわがまま言わせていただいて変更させていただいて、まあ見てらっしゃる方の中にはあのスタッフ甘やかすなとおっしゃる方もたくさんいると思います。ですがまあ僕なりにこの番組して盛り上げようとしてるわけでして、はい、そこのところをなんとかご了承いただけたらありがたいです。というわけで約束の6ペカ目ビッグでした。ありがとうございました。やった。あー激闘やった。いやー実に激闘やった。はい、こちらラストチャレンジ762枚でした。これはごつい。1000円でかかってるんでね、ありがたい。はい、とまあね本日これで実戦終了というわけですけども、お疲れ様でした。まあ朝ね僕が走った、マイジャグラー3の、コーナーなんですけど、やっぱまあえげつないですね。43、37、41、17、35、36、まあ要は合計70ペカ超えてるやつが多数ということで、でまあそのねマイジャグラー3が導入されているということで、マイジャグラー3ばっかりなんかなと思いきや、マイジャグラー2もしっかり力入れてらっしゃる感じの履歴でして、まあ要するにティアラさん、今週は今週っていうかね、しばらくはマイジャグラー全体的にね暑い時期が続くんではないでしょうかと。はい、でまあ今回はねこのいつもメインに使っている僕がよく打つ通路なんですけど、今回こちらの方にアイムジャグラークリスタルバージョンがね来て、でまあちょっとゴーゴージャグラー現代となったんですけども、ちょっと1台ゴーゴージャグラー5000枚おそらく突破してんの、3000枚突破してるゴーゴージャグラーもアリーノと、でまあ見てる感じ、まあ、例えば最終僕がねチャレンジで打たせてもらったゴーゴージャグラーなんて多分合算130分の1ぐらい設定56の数値になってるやつっていうのはあると思うんでね、だから多分ゴーゴージャグラーも今回平均設定むちゃくちゃ高かったんちゃうかなと。下手しいちょっとパッと見ねシゴロは前代シゴロレベルって言っても過言ではないのかなと思われます。そして今日はもう大注目やったんがね、こちらもマイジャグラー3と一緒に導入されました、北電子さんノーマルキの、新作イケイケマハロなんですけどもね、イケイケマハロもちょっとさすが30杯だけあってやっぱこう積んだら迫力あるっていうのもありますけども、えげつない。こちらのマタドールもいつもより元気があったんではないかなと。そう、今回マージャン物語積んでらっしゃる方2人いらっしゃったのと、今回ねなんかちょっとね化け物語割とあったんちゃうかなっていう感じの履歴、朝ちょっとバカ話で言うてた7月11日やし銭形ちゃう言うてたんが割と間違いじゃなかったっぽい感じなんですよね、ちょっと変わったことしてきはりますよね。はい、でまあみんなのジャグラーも全然あかんかったっていうわけでもないし、まあ、ちょっと今回ね、大量2は寂しい結果やったんかなと。合算的にはちょっと昨日も下見したんですけども、注目してたんがこちらオシジュンケロルン、ティアラーさんバラエティコーナーの黄金コーナー大量 BMAX ケロット、その並びを解体して大量2をわけわからん場所に移してまで入れたオシジュンケロルン、こちらがね割と回数がついてると。でまあ今日も実際出てたんで、まあ悪くないかな、ちょっと力入れてはんのかなと。まあ要は普通にしてたら勝てたっちゅうことです。
はい、私が残念やったとスロッターとしてね、結果ね、申し訳なかったです。まあまあまあ、来てくださった方、遊んでた方、結構な数プラスの方いらっしゃるんちゃうかなと思いますので、まあまたね、第2土日は、埼玉県初田のティアラさんということで、ぜひお越しになってみてはいかがでしょうか。終わりました。1日目ちょっともう近いわ。いいっすか。こんばんは、グローバル軍団の孝太郎です。よろしくお願いします。マイクないんや。ところであなた何をしに来たんですか。あなた今日お仕事で梅田にやりましたよね。夕方までお仕事で梅田にやりましたけど、もうすぐ来たよ。あなたこれはオファーがあったんですか。オファーない。この後私たち、実はティラさんのガレージをお借りして、なんと、はい、BBQ すんませんね、なんか、いや、じゃあよろしくお願いします。とめきちと申します。はい、川野辺さん、はい、多分覚えられないです、すいません。ありがとうございます。横野さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉澤さん、はい、よろしくお願いします。結構早い時間から来てくださってましたよね。いや、ありがとうございます。もうほんまにこんな遅まで、あ、すみません。あ、当たらはった。毎回来てくれてはんの、すごい苦心。ありがとうございます。お揃いじゃない、はい、ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。僕のお姉ちゃんも結婚して佐藤になりました。はい、そんだけです。はい、そうです、ありがとうございます。王将です。王将、はい、嘘やろ。王将ってあの餃子の王将です。嘘やろ。ちょ絶対嘘でしょ。王将とか、ほんまに信じる人は信じない。もうめんどくさいわもう。えのきさん、はい、ありがとうございます。こっち来てください、どうぞどうぞ。はい、どうも皆さん、ちょっと遠いね、お疲れのところ申し訳なかったです。見えてました、あちらがバーベキュー会場です。楽しみ。おい、行くぞお前ら、肉屋に、おい、行くぞ。何やねこれ。お前ら聞けよ、この人ガムシャラのプロデューサーよ。 P どうぞ。 P どうぞ。じゃあ何がやな、何が。はい、わかりました。じゃあ本日はお集まりいただきましてどうもありがとうございます。これ1キロ、はい、1キロ分のお肉ということで、こちらで1万2000ということです。ね、皆さん美味しくいただきましょう。見えますか。こんな夜中にね、肉、生肉見せられてもね、俺がでどんな反応していいかわからんよ、そら。テンパってんのか。テンパりますよ、そら。慣れへんお塩ですよね、もう、まあ、はい、どうぞ。あ、すみません。はい、どうぞ。乾杯の合図は留め口でやる。あ、どうぞ。マイクついてるもんな。はい、皆さん、夜遅くまで、すみません、お待たせいたしまして、今からバーベキューということで、ちょっとね、番組の方も応援していただき、ほんまにいつもありがとうございます。これからもね、ジャンバリドット TV が栄え、ガムシャラが、ずっと続くように、はい、みんな、乾杯。はい、お疲れ様です。アダース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 。自己紹介ですか。お見本お願いします。あ、皆様はじめまして、黒バラ軍団の孝太郎と言います。明日も実践させていただくんですけども、まあ適当に相手してください。よろしくお願いします。ちょ待って、もう一回やろうか。せやな、せやな、せやな、せやな。いや、まあ別におもろいとかいらんけど。あ、いらん、うん、じゃあ普通の、あ、じゃあ今ので使ってください。今のでいいです。ということなんで、今の感じでお願いします。一人ずつ差し入れてくれたな。トウモロコシがあんね。うん、見て見て、ほらほら、すごい。これも焼いて。これもぜひね、トウモロコシ差し入れてくれはったらしいんで。あ、見てください、これ、こちらジャグランド。これもう野球のグランドとかに置いてあるやつですね。アクエリアスとか入ってるとか。こちらね、ジャグラーウェットティッシュ、なかなか見ることないんちゃいますかね、さすがに。これね、僕実際ちょっと使わせてもらったんですけど、むちゃくちゃいい匂い。んで、これ極めつけ、こんなもんまで出してある、ジャグラーカキピ。こちらね、55時間トモさんと55時間ニコ生やった時に、ケータリングで置いてあって、何べんもずっとポリポリカメラ映らなかったですけど食べてたんで、ね、わさび味なんですよ。むちゃくちゃ美味しいんでね、ぜひ手に入れる機会ありましたら、ご賞味ください。よろしくお願いします。よし、張り切って俺と孝太郎が肉裏返していくよ。
ですか。真空パック？めっちゃいい匂い。どうやって開けた？匂いはしてへんけど。え、どうやって開けたお前これ？いや、僕そんな開いてた。開いてました。え、ちょっと待って、これハサミがなんかあんの？開いてるやつの方がいいんじゃないですか。あっち開けてるみたいっすよ。開けてますよ。あっつもこれもうすげえな。お前だけ会費あのしてる？え、なんで？ほんまっすか？明日買ったら全部こっちに会費ってしてた。いや知らなかった。ちょっと誰かハサミ持ってます？勘弁してくださいよ。これどうやったの？お前だけ会費あるって。僕交通費稼がないといけないんですよ。そうか。往復の。そうか。お前一緒っすよ。今回プレゼントがあります。ま、おー。コアタロス持ってて。マスか。コアタロス持ってて。ちょっと待って。誕生日プレゼントが。誕生日おめでとうございます。バリ恥ずかしいやん。これやばない。どこで使うねん。バンバン恥ずかしいやん。え、誰どこで使うねん。いや、ちょっと嬉しいけどどこで使うねん。使いどころ教えてくれよ。どこで使う。え、これ、え、何、中身があるとかじゃなくてこれ側がってことですよね。基本ティアラさんはこう、いや、クレームじゃないです、クレームじゃないですけど、いや、ありがたいけど、これは。はい。北電子さんからのプレゼントでございます。北電子さんから、はい、おめでとうございます。これまさか。え、開けていいんすか。開けてください。これまさかのやつっすよね。え、ちょっと待って、これは俺ちょっとガチで。大丈夫ですか。え、ちょっと開かないっすね。オッケー、オッケー、オッケー。いや、これはすごい。え、てかこれほんまにいいんすか。ほんまにいいんすか。え、僕ほんまに死ぬほど欲しかったんですよ、これ。お誕生日だと思う。え、ほんまにいいんすか。すごいっすよ、これ。いや、これはほんまに嬉しいんすよ。ありがとう、あざっす。おめでとうございます。あざっす。ごめんなさい、忘れてる、忘れてる。あ、じゃ、いや、これあざっす。あざっす。バリ恥ずかしいやん、これ。え、お誕生日プレゼントが。マジっすか。マジっすか。別口で。わざわざ遠いところありがとうございます。青春ってことは、あれですね、日本酒。そうですね。いや、ありがとうございます。あ、そう、ほんまや。ありがとうございます。いただきます、どうも。ありがとうございます、ほんまに。すいません。いただきます。新幹線車です。車で来たの。むっちゃリグ早い。今のジャグラーが何なんですか。イメージで言うと。これぐらいでなんか明日だから抽選は受けない。編集生作ってくれたんや。ありがとうございます。切り替えたからもうお世話になりますね。ありがとうございます、本当に。すいません。よーし、お前ら、はい、明日頑張ってさ、はい、ティアラ、はい、破産させてようぜ、はい、よし、みんな頑張って行こうぜ。みんなありがとう。はい。グダグダやん。映画酔ってるし。今日みんなでね、ティアラ破産させようぜ。おい、もうあかんわ俺。サメさん助けて。視聴者プレゼントの応募方法はジャンバリアットマークジャンバリドット TV 宛てに、がむしゃらプレゼント係とご名義の上、お名前、ご住所、電話番号、番組のご感想を添えてメールでご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。